避難されたいと条件が整えばと思いながらも、まだいわば待機していらっしゃる方なので、こういう方々に対する支援はもうしないと。12月10日原発事故により福島県から自主避難した人や今後避難を考えている人が集まり、県と交渉を行いました。福島県が12月28日で県外避難者への住宅支援の新規受付を打ち切ると発表したからです。避難するタイミングを待ってるんです。本当にもう経済的な理由もあるけれど、それ以上のいろいろな事情というか、これ以上子供、彼女を傷つけたくないんです。本当に今ここで打ち切られると、それさえもできそれもその選択もなくなってしまう。福島県郡山市の野口時子さん、小学2年生になる障害のある息子さんと中学生の娘さんがいます。凛太郎さんは福島県が行う甲状腺のエコー検査で A2 判定を受けました。しかし避難を考えても、障害のある子どもへの支援が充実した場所はなかなか見つかりません。ただいま。しっかり開けしょうさせる。何それ。こっちです。はい、こっちです。これは熊本のトマトですね。さあ、ですね。何部なんですか。管弦楽部です。管弦楽部、こう乗せられるタイプなので。どっちがそんなんじゃない。小学校からやってて入りたかったの。一時は日中家立ち作戦ね。震災直後の4月が息子の小学校入学だったり、娘が小学校6年生で、やっぱりずっとね、そこの小学校で卒業式をしたい、みんなと同じく卒業したいっていうので、とりあえずそこで一旦避難は諦めたんですね。半年ぐらい経っていよいよ今度中学になるから、まあそのタイミングで関東圏の中学受験をさせたんですが、まあ、全寮制の寮のあるところで福島支援をしますと、寮費は無料にしますっていう情報だったので一応受験したんですが、やっぱり失敗をして、であれば今度は高校生になるタイミングで移動するしかないと、やっぱり途中で転校はさせたくないし本人もしたくないしっていうので、本当にタイミングを見て避難できることなら避難しようと思ってるし、それに関してはうちは一家でそういう考えなので、実際ここの家を買って、まあ、借金もあるけれど、まあそこはなんとかしてでも避難するつもりではいるんですね。原発事故以降高い線量が続いている福島県。復興庁の調べでは現在も5万7000人が県外へと避難しており、これから避難をしようと考えている人も少なくありません。今年5月の福島市の調査では 33% の人ができれば避難したいと考えていることが分かりました。世帯別に見てみると、乳幼児や小学生のいる世帯の半分以上ができれば避難したいと考えていることが分かりました。しかし福島県は県外避難者への住宅支援の新規受付を12月28日で打ち切ると発表。住宅支援を行っている全国の自治体に新規受付を終了するように要請しました。国の方からは年度末、いわゆる今年ですね、24年の3月で終了をしてくれという話とか、今年度になってもですね、8月9月で終了してくるとかいう再三のその国からの要請があったわけなんですね。国からですね、そういう例えば強いアプローチ
がなければ県としては続けていきたいと、うん、それはあったと思います。あの国からのそういった要請があったので今回のような形になってしまったと。借上住宅制度は福島原発事故により避難を強いられた方々の生活にとって重要なものです。どうかこれを打ち切らないでください。厚生労働省はビデオ取材を拒否。電話取材で担当者は打ち切りを決めたのは国ではなく福島県であることを強調、福島県の意向を尊重していると答えました。その6月に閣議決定された子ども被災者支援法という法律がありますので、その避難先での住居の確保ということが謳われているものですから、福島県としてはですね、子ども被災者支援法の方で対応していただきたいと。でその具体的施策についても早く実施するように働きかけていきたいなというふうには思っています、はい、そして、ね、一方その県の中でも復興計画という計画を作ってですね、そこで帰還に向けて一緒に取り組んでいるというところがあるので、避難されている方に対してですね、少しでもやっぱ早く帰ってきてもらいたいという思いもありましたので、そういった市町村の意向も踏まえて今回は12月28日ということで新規受付を県の方で決定したということになります。野口さんは去年10月、子育てをする母親の視点から安心安全アクション in 郡山を設立しました。子どもたちの保養情報を集め、西の野菜を販売するほか、1検体500円で放射性測定を受け付け、子どもたちの被爆を少しでも軽減させるための取り組みをしています。畑から掘った大根は測ってみたら出ない。それを天日干しで外で干した、切り干し大根からセシウムが検出されたとか、そういう事実があるので、やっぱり自分たちでね、守れるところは、ここで暮らす以上は守れるところは自分たちで守っていかないとと思うので、うん、必要なので本当みんなどんどん測ってほしいんですけどね、はいはいはい、はい、お疲れ様でした。はい、じゃあまた明日、はい、お疲れ様です、はい、福島県郡山市に住んでます野口です。いいですか、はい、今も外に干してない。今も干してないですよ、うん、部屋の中で、部屋の中で、夜はこれからほらお風呂入るとき、寝るときに干す感じ、うんうん、やつね、T シャツと肌着、で全部のセシウム量が6ベクレルですね、はい、あーずっとさ洗濯物なんか外に干してないのにさ、うん、そんな状態ですよ。野口さんは県外避難の選択肢を奪わないでとインターネット上で署名を集め、9万6千人以上の署名が集まっています。生活は変わった。変わったと思い。何が？まあ、周りが変わった。自分はそこまで変わってないけど、周りが変わったからなんか。何が？周りのそういう世の中とか自分のなんか洗濯物とかそういう。今までと全然違ってたから、そうね、節目節目には多分答えは出さなきゃいけない、迫られますよね、まあだからうちの節目はこのままいくと2年後ですよね、ここに上がる、そうそうそう、その時はあんた一人でもう一人で行くったっけが、うん、って言われたので、私と凛太郎はここにいようかなっていう感じ、うん、姉ちゃん一人でいいの、うん、多分
県外へ、まあ、これから避難したいっていう方がやはりその先ほど話があったように福島市では、まあ、4割の方がいらっしゃるということでしたので、いわゆる高校卒業するまでとか中学校卒業するまでというタイミングはあるんですけども、そういったことはその年度末までちょっと引っ張れないのは、延長することはできないのは大変申し訳ないんですけど、そこはその12月28日までにちょっと決断されて、避難される方については避難していただきたいということだと思います。その打ち切ることによってそのどのようなことが起きるか、その県としてはどういうふうに予測をされているのか。打ち切ることによる予測ですか、まあ、当然聞きたい部分ではあるんでしょうけども、そこは難しいよね。いわゆるその選択肢が一つ減ったということについてはデメリットだと思うんですね。で一方でそのじゃあメリット、まあ、県なり福島県なり各避難元の市町村についてのメリットはどうなのかというところになると、それはどうなんですかね。まあ、一部の その避難元市町村からはまだ県外避難の新規受付やっていたのっていう声はあったのは事実なんですね。まあ、いわゆるその、まあ、避難元市町村、そうですね、難しいですね。私の立場というかやってきた中で、まあ、そこまではちょっと思ってなかったですね、考えてなかったですよね。健康に生活できる権利があるんだからね、健康に生活できる権利を剥奪されてるのにさ、なんでみんな黙ってんの。いや黙ってるしかないような状況になりつつあって、ね、いや無知は罪です、本当に。まあこれ言っちゃうともうダメなんだけど、もう私はもうこれもう自分で言ってて自分で抱けてくるけど、本当に無知は罪ですね。もう本当申し訳ないことしたと思う。もう取り返しつかないでしょ。ただだからそれをもう将来もうこれ以上もう後悔したくないので、とりあえずできるとこまで、そうだから伝えることが私の役目ならば、もうどうやっても伝えるし、伝えなきゃいけないと思うし、本当にねダメです。今までの大人がだらしなすぎて、だらしない大人が多すぎてこんなことになっちゃって、で何も解決してないし、解決する策もないし、どうしていいかわからないけど、まあ守らなきゃいけないものはあるので、そこは誰も守ってくれないから、もう自分たちでやるしかない、自分がやる。